お疲れ様でタカさん気になる男シリーズは161話でございます、まあ、やっぱりねこうやっつけでやっちゃうとねそれがあのまあ視聴者さんに反応が出てしまうのかなというところもありますけどもそれを逆手に取ってねいくこともありますつまり伝える方法ってのは順手で取るか逆手で取るか順手で取るか逆手で取るかどっちでも逆上がりはできるわけですよねで今回ね変態というキーワードだったんですけども実はね 確かに変態でいる人が多いかもしれませんけども変態のほとんどが脱落してるっていうのも事実なんですよ。事象変態ではあるんだけども結局いなくなっていって残る変態と残らない変態が99対1とか999対1の割合で存在してるってことなんですよだから変態だけじゃダメなんですよね。何に対しての変態なのかとかじゃあ変態ってのはどういうことかっていうと態度を変えるっていうことなんですよね。 ですので、今までの生活をぐるっと変えてですね、インターネット環境に見合った自分になっていけてるかどうか、そして家族や友人との付き合い方を変えていけるかどうか。まあ、よくね、人脈が大事って言いますけども、じゃあ、インターネットで人脈がどのぐらい大事なのかなと。うん、人脈って考えたら、例えばね、物理的に最も近くにいるお隣さんと仲良くしてますかお隣さんと仲良くできない人が、 宇宙の彼方地球の果てのどっか誰か分かんない人となんで仲良くなって信頼関係築けてそこに対してセールスができるのかなっていうふうに考えるとじゃあ同じ方法でお隣さんとか近所の人に商品売ってみたらっていう時にもしかしたら YouTube で商品が売れるってことは YouTube がなければ売れないとも取れるんですよねじゃあ実際にリアルで YouTube って言っても画面越しなのか画面を取っ払ってねそれこそアクリル板なしで直接その人と関わることによって商品なんで売れないのかなと もしかしたら YouTube っていうテレビ画面が何らかの相手に思い込みを与えてるというね YouTube のプラスアルファの効果で自分の力が増幅されて言ってみれば視聴者さんに勘違いをさせている可能性もあるわけですよじゃあここに対して自分自身で切り込んでいってよくよく商品を提案するけどもあなたに必要なものとこれからいらなくなっていくものとちゃんと分けられてますかっていうふうな問いかけをするときに変態でいれば必ずうまくいくってことも全然なくてむしろ よく質の悪い変態よりも質の良い,い普通の人の方が絶対いいですよみたいなこともねまた語れるかもしれないんですよまあこの変態って話題についてはまたね長い話になりますので別の機会に動画でも作ってお話ししたいかなと思いますそしてズームの対談12月にまたやらせていただきます高カさんとねえこの時のミッションがまたあるわけなんですけどもさあどうでしょうかね12月の20日ぐらいがよろしいですかねうんまあ私もね年末年始はしっかりと商品売っていきたいと思いますのでもしかしたら タカさんとガジンコするかもしれないです。いやもしかしたら集客者逆結全部私が取るかもしれないです。そのリスクも考えながら、これからね、もしかしたら私も YouTube の商品を出,す出さないとは限らないですからね。YouTube で圧倒的に稼げますコミュニティ、すルサポートしますよ、みたいなね。があったらどうしますよ、みたいなところもね、考えながら、私も当然、タカさんに忖度して商品販売をストップするわけはないですからね。そうなってくると、ある意味ではライバルになってくるわけですから、 う言ったらあれですけど取り合いみたいなことができるかどうかってことなんですよまあ言ってみればあそこに宝物の箱があってねその宝箱をあの取ってこなければお互いの家族がどうにかなっちゃうって時にきれいごとじゃなくってちゃんとそれまで仲良くした人を切り捨てて自分の宝箱を家族のために引っ張ってこれるかどうかっていうこういう風な覚悟とかもねそのビジネスやってる上では必要なんですよね私は速か塾っていう塾をやりながら広島で活動しましたけども一つね広島は離れた理由がありますそれはですね自分の 熟成に場所を空けたんですよ。というのが私のセールスっていうのはリアルもやってますんでリアルセミナーでやってそこに毎週毎週20人から30人頭に入れるようなねそんな箱を用意して今のズーム対談みたいに今日の熟成さんはこの方をメインで取り上げていきますって感じで熟成さんの結果が出てる人をセミナー更新して一定の時間その人の商品をセールスするのに私がバックアップしてるわけなんですよ。 まあそうするとそういう人の商品売れますよね。で徐々に生計が立てるようになってくるっていうのを何十人も作ってきてそれで私のネットビジネス最初の5年間があったんですよ。今はその力を Zoom ってものを使って例えば Zoom で対談した方のもう99%の人にはちゃんと売り上げをね何十万とか時には何百万って売り上げを立たせた状態で、えー、まあ独立してもらってるんですよね。 だからそれなりに人を稼げされる自負はありますけど、その代わり、その人が成立してる商品を私はあえて売らなかったっていうこともやってたんで、そう考えたら私の売り上げっていうのは既存されてるわけなんですよねで。もしかしたら熟成さんにしてみたら、もしかしたら A さんよりも、久保さんのお弟子さんから教わるよりも、久保さんがなんでそれをやってくれないのかしらっていう不満があるかもしれないんですよ。そうなったら、じゃあ私がもう最高の商品出しますよと。例えば YouTube に関してはもう隅から隅までやったやつ。 でチャンネル登録1万人から見える景色ってものをあなたにお伝えしますよってやったら太刀打ちできる人がどのぐらいいるかなみたいなねそんなこともあったりするわけなんですよまあいわゆるその変態っていうのは態度を変えるってことなんでまさにねさっきまで仲良くしてた人がいきなり敵になるかもしれないといやビジネスの上で敵っていう言い方はおかしいかもしれませんだってそのマーケットをお互いに広げてるわけですからじゃあ自分がこの売り上げを取ったらじゃあ B さんはねこっちの売り上げを取りに行けばいいはずなんですよでも同じ例えば YouTube なら YouTube しか自分の特徴がないとしたら他にヘッジできないんですよね じゃあ私はどうかっていうと YouTube の商品なんで出してないかっていうと今 FX に重きを置いて傾けてるからなんですよでもだいぶ余力ができましたそして YouTube の時代も変わりましたショート動画にそれから何んでしたっけあのスタンプじゃないやなんかありましたよねバンドルじゃんハンドルかハンドルが出ましたじゃあそこで私が気づいたノウハウを隠してですねこれを来年の商品にしますよとか言ってクリスマスセールバカンとかけることを考えてるかもしれないですよね だから、こうなんですよ。これはタカさんに対してのメッセージになりますけども他の塾生さんにもねあの一人一人言ってきたことなんですけどもこの俺が買いたいたと思う商品作ってますかってことななんんですすよ。よ。そうしたら絶対売りますよ、うん、なんかね応援してもらってラッキーだなぐらいで思ってると私がね、ある時同じような商品を上回るようなやつをボカンと出してきたらどうしますかっていうね背中にその冷たいものを抱えていくっていうところがね、あるわけなんですよ。 うんまあ、そういうふうに思って私だけじゃない他の人も YouTuber さんいますんでじゃあタカさんの視聴者さんが別の YouTube の商品を持ってきて、ね、こっちの方がいいぞっていうふうにコメント欄に書いたりとか久保さん私と対談してくださいって割り込んできたらどうしますかってことになってくるんでやっぱりねあのいつもいつも最高の商品を提供していつもいつも最高の状態で、えー、待ち構えてる必要があるのかなというところでございますね。 まあちょっとね、耳の痛いことだったかもしれませんけども、ちょうど160話を過ぎたあたりで、あとね、残り40話しかないわけなんですよ。まあ通常でしたら3つ4つ商品これから仕掛けていこうかな。10話に1個売るにしても30万が100万を超えるわけなんですよね。だから私は思うんですけども、160話から200話に至るまでに、これね、あと100万ぐらいは売ってもいいようなプラットフォームになってますよ。この気になる男シリーズは。まあそういうふうに思いながらも私、後半の方に、 えー、オチが全部回収できるようにこの、ね、200話のドラマっていうのを作ってきてるんでだから最近ね昔っていうかね以前の動画で言いましたけどっていう風な前置きっていうのは結構出てきてると思うんですよこれ全て回収してるんですよ。っていうのは最初は乱暴に概念をお伝えしていただけだったんだけども今だったらこういうのは分かりますよねみたいな感じでこうステップバックしながら最後の,その30話とか40話っていうのはどん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 ,どんパズルがね合わさったようになっていて。 でクライマックスが190話から200話まで訪れるようにしてるんですよねだから多分この辺で190話から200話まで来てくださった方はあの同じ商品は買わないまでも なんか以前買った人がまた買うみたいなリピート現象が起きるんだよな可能か,かと思ってますよねだいたいこれがね100話から200話の間で、うん、起きてくるんですよそれからね300話を超えると今度はねあの視聴者さんが入れ替わっちゃって、うん、なんか別のフェーズに入るんで新展開作っていかなくちゃいけないかなっていうドラマ作りなんですよねまさにその変態っていうのは態度を変える業態を変えるってことなんでどん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 変わっていかないといけないんですよね、うん、で今回は何を変えることができたでしょうかみたいなことを自分で自問自答しながら私もこうやってね気になるとこし シーズ打線にになならららいようにやらせてもらってもっます本当にいい機会を与えてくださってありがとうございますでプラスなんですけども新しいねセンテンスとして今回ねオタクっていうキーワードを出していこうかと思うんですよでオタクっていうのもね変態っていうのも自称変態自称オタクって山ほどいるんですよでも物にならない人ばかりなんですよねであ自分はオタクですからって言ったところでねオタクってなんか特別な人のように思いますけども今や1億人全員が何かのオタクですからね だから特に特徴のある言葉ではなくなってくるよってことなんですよ。変態も同じです。どの業界も自分たちのことを、俺たち変態だよねって言ってることをちょっと見ていると、なんかネットで稼いでる人だけが変態でもないし、じゃあ変態の中で脱落してる人が大半ってことを考えたら、変態だから正解ってことでもないのかなというふうにね、またこれも一本も二本も掘り込んでいかないといけないなと思ってますね。オタクっていうのも自分をちょっとね、えー、バージョンアップするような言葉ではなくて、もうすでに 時代遅れになりつつあると一生懸命やっているその姿っていうのはある意味オタクに見えるかもしれませんけどもじゃあオタクを自称するんだったらどのぐらいの特徴が出てるんですかって言ったら、まあ、大したことないのが実情なんでね、まあ、VTuber とかいますけどもね最近は、うん、VTuber も VTuber ならいいのかって言ったら大したマーケット持ってませんからね中にはすごい人もいるんでしょうけど本当中にはなんですよ、まあ、同じように YouTuber でもヒカルさんとかねはじめ社長とか例に私たちも出しますけどもじゃああなたは何者なんですかと。 一流の人を出してくるけども、あなたは何流なんですかって聞かれたら、私な自身もね、うっと言葉に詰まるところがありますよね。単なるおっさんですと。<laughs> 流れに流れて流れのですということでね、五流六流なのかもしれません。ということで、以上で気になるところ161話でございます。まあ、ここから拾えるキーワードがありましたら使っていただければと思います。よろしくお願いします。いってらっしゃい。